い、皆さんこんにちは。今回はですね、見てもらってわかる通りね、黒猫さんが何か運んでまいりましたよ。これね、いつもねプレゼントいただいておりますプラモスキーさんと、なんとユリカ研究所のユリカ所長からね、はい、なんかユリカがプラモスキーさん、多分私誕生日なんですよと、たい焼きは食べたいは誕生日なんですよというの話をしてくれたんでしょうね。はい、でね、誕生日プレゼントを送りましたのでつってね、ゆりかが連絡しました。ありがとうございます。一応私もゆりかの誕生日差し上げてるんですけどね。はい、こんな感じでね、はい、もうね、なんかありがたいですね、いつもありがとうございます。本当に誕生日プレゼントね、あまりね、人からもらうというかね、友達は、ね、毎年、ね、1人2人くれるんですけどね、家族とか、いろいろガンムシの人たちが多いのでね。ありがたいですね。まあまあ50手前で祝ってもらうとね、なんかすごく気恥ずかしい感じになりますけど、はい、早速ね、開けていきたいと思いますよ。はい、ちょっと押さえてください。いつものようにね、ソロと近づいてきますけどね、私はカッターを持つのになんかすごい動きがスローモーションっていうのがね、はい、ね、いつものように対角線で動くね。大人だからね、冗談でわーってやったりしない。ってね。はい、はい、オープン。はい、ありがとうございます。なんでしょうね。はい、ちょっとまだ見えない。なんかあれ MSV じゃないのこれ。うわー、ありがとうございます。これはすごいですね。何かを作れという感じでね、送っていただいておりますけどもね、はい、どれなのかな、よくわかんないですね。お手紙入ってるんですけど、まあちょっと後でね、読まさせていただきます。なんか私の勘ですよ、勘で言ってると、多分この白いこう包装されてるのがユリイカなのかなと。ちょっとね、外を出してみます。はい、こんな感じで、はい、中いっぱい入っておりました。ありがとうございます。はいはい、はい、私がねパーフェクトハンド好きなの知っててね、はい、このストックもね、実はね、まあ、ちょっとね知り合いが欲しいということでね、持っていかれましたので、はい、もうストックなかった。ありがたい、はい、ありがとうございます。こちらありがとうございます。そしてパーフェクトね、こちらもレッドウォーリアパーフェクトでね、はい、ありがとうございます。何かをね作れということなんでしょうかね。はい、作りますよ。これとこれ合わせればいいんでしょ。はい、わかりますよ、言ってることわかりますよ。これとこれでしょ。はい、ありがとうございます。次のお題が決まりましたね。そしてね、多分ここら辺ね、多分なんでしょうね、 SD と合わせろみたいな感じなんですかね。はい、やりますよ。ありがとうございます。これはもうね SD と合わせるんで、ありがとうございます。これとかこれとかこれこれとかこれとかね、はい、やりますよ。ありがとうございます。嬉しいです。まあどれがね、どれ、その誰がくれたのかとかね、ちょっとわかんないんですけどね、はい、また後でユリイカに聞いてね、お礼を言っときます。これね、なんかこれなんでしょうね。これちょっとお店入ってからね、紹介させていただこう。そしてね、このハッピーバースデーね、書いてわざわざ作ってくれたんで、ありがとうございます。あれ、この箱も使わせてもらいます。はい、箱もね、大事に入れてくれて、ありがとうございます。早速ね、はい、なんかお題がいっぱい増えて嬉しいですけどね、はい、まあ、これねやりたかったんですね。これとこれねやりたかったんですね。よく分かってらっしゃる。はい、お店の中戻ってきました。なんかね、ゆりかから返事返ってきてね、名前使っていいですかって、いいですよみたいな感じで、はい、ありがとうございます。でね、これ多分これもゆりかなんですね。むちゃむちゃ重いんでね、はい、ちょっと測ってみましょう。なかなかうちのお店の名前大黒屋なんでね、はい、はい、うん、
さあ何グラムのものをいただいたんでしょうか。はい、むちゃむちゃ重いでしょ。724g ですよ、この箱。何入ってるんでしょう。金、金、ゴールド、ゴールドやったらもっと重いか。ありがとうございます。はい、はい、でね、お手紙入ってましたんでちょっと読まさせていただきます。あの、これ多分あの1回読んでるんでね、ゆりいかからなんで、はい、はい、プッシュみたいなね、はい、はい、素敵なことがたくさんありますようにと、ね、まあおめでとうございますということですね。はい、ありがとうございます。そしてね、ゆりかシール3つもいただきました。ありがとうございます。1個を店長にあげていいですかね。店長がどうしても欲しいって言うんでね、はい、1個ね店長に差し上げて、残り2つは私使いますね。ありがとうございます。はい、このね、可愛らしいこういうこういうのね、音鳴るやつね、はい。でこれ何でしょう、石鹸。この重さは石鹸やな、ね、多分。はい、まあ開けてません、わかりませんね。はい、リボンはね店長にあげましょうかね。よし、はい、どないのか、ここ開ける、オープン、オープン、お、ゆりか。なぜ知ってる。あの、私ね、蜂蜜とかメープルシロップとかすごい好きなんですよ。あ、それでか、なるほど、蜂蜜の蜂、蜂なんですね、蜂、蜂。なるほど、ありがとうございます。ちょっとずつ食べます。私ね、あのスターバックスとか行ってもね、蜂蜜別でいただいてね、蜂蜜舐めながらとかね、コーヒー飲んだりとかね、はい、コーヒー味の蜂蜜ね。とか、あの私おすすめはね、あのニューヨークチーズケーキって好きなんですけどもね、あのスターバックスにあるね、あのそれにね、まあ、半分ぐらい食べたらね、蜂蜜をちょっとかけて食べるとね、味変になってすごく美味しいんですね。あとハム&マリポーチーズってね、パンにハムとチーズ挟まってるやつね、それもね、あの蜂蜜かけると美味しいんでね、ぜひ皆さんやってみてください。あのスターバックスでね、蜂蜜はあのメニューにはないんですけどね、店員さんに蜂蜜もらえますかって言ったらね、ちっちゃいコップに入れてくれるんで、ね、あ、皆さんももらってみてね、ぜひ食べてみてください。ものすごい嬉しいです。はい、蜂蜜。はい、蜂蜜食べそうですよねっていつも言われるんでね、食べますけどね、好きですけどね、メープルシロップとか蜂蜜とかものすごく好きなんでね、はい、はい、なんかこんなダイヤモンド、ね、説明書ね、気になる方はね、一時停止でご覧になってください。はい、プラモデルそれだけ一回言ってるんでね、はい、こんな感じで言うときましょうか。はい、こんな感じになってますね。まあ食べ方なんて載ってるんですかね、よくわかんないですけど、まあ、はい、ガデマラさんのコーヒー、ね、高級品ですわね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、後で言おうかな。はい、こんな感じでね、プレゼントをプラムスキーさんとユリカ、研究所のユリカにね、いただきました。ありがとうございます。はい、そしてね、ユリカから先ほどね、あのお店帰ってきたら、戻っていたらね、あのメール届いてました。やはりね、プラムスキーさんがあの私ならあのね、アメージングね、の使い方わかるはずだという話で、わかりますよ。はい、使わせていただきますよ。今のフラマープロジェクト終わりましたら、次はあれやりますんでね、はい、お待ちになっていただければ、はい、楽しみにしておいていただければ、私も楽しみですけどね。はい、こんな感じでね、今回は嬉しい誕生日プレゼントですね、今回はいただきましたということで、本当にお二方ありがとうございます。そしてね、ミンタのオフ会でね、まあユリカともね直接、うん、また会えるということで、ね、プラモスキーさんはちょっとあのね、用事があるかもしれない
という感じの報告をね、ゆりかから受けております。どうにかできたら参加してくれるらしいのでね、もし直接お会いできたらね、思いっきりねうちの店長のサインなんかをあげようかなみたいなないですよそんな、はい、ありがとうございます直接お礼言えたらなと思います。はい、それではね、はい、この動画ね面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネルとツイッターのフォロー、そしてね今言ったユリカ研究所のねユリカのチャンネルですけどもね、今1300人超えております登録者さんがね、すごい勢いでね、私知り合ってから半年ぐらいなんですけど、半年で1000人以上増えられてるんでね、登録者様すごい頑張られてるんでね、もしまだ見たことないよっていう方がおられるんであればね、見てみてください。そして気に入ればね、はい、たまにね変なこと言ってますけどねいつもは楽しい人みたいなんでね、はい、私が話すだけ楽しい人なんですけどね楽しい人だと思いますのでね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてね、TT 招待42番、はい、プラモスキーさんのね、おいおい、プラモスキーさんの作ったグフですね、はい、ご紹介できると思いますので TT 招待報告動画もお楽しみに。それではさよなら。